どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前回ライブ放送をやらせてもらった時に、この今使っているカバンの中身どうなってますかっていうリクエストを結構いただきまして、まあライブ配信の中でシェアしても全然良かったんですけど、今回ちょっと動画のネタとして一本ネタとして今の新しいカバンのでの What's in my bag をシェアさせてもらいます。これがいいだろうとか、みんなもやれみたいな、そういう言い方は全然しないので、安心してください。で、興味がある方だけ見てください。はい、すいません、前提状況をすっぽかして話そうとしてましたね。僕がこのカバンを使って、どういうライフスタイルを送っているかっていうと、僕はこのカバンを背負って、都内ぐるぐる歩いて、こう、取引先に行ったりとか、あとはカフェに入って、ちょっと仕事をしたりとか、っていうことをやっています。なので、これを背負うことによって、プライベートも仕事も送ってますよ。送ってますじゃなくて、プライベートも仕事もできてますっていう、そういう中になります。まあ、そういう前提状況を踏まえて、どうぞ。はい、これが今僕が使っているカバンになります。バッグの名前はエレコムさんから出ているオフトコっていうカバンです。だいたい7000円ぐらいで買いました。デザインに関してはそのかっこいいとかそういうのではないんですけど、単純に機能面が素晴らしいというか、僕にすごいマッチしてたから買いましたっていう感じです。で、じゃあ早速中身を見ていくんですけど、このカバンの上を開けるとここにカメラが入っています。こんな感じと、あとカメラ用のマイクはこのちっちゃいポケットのサブのところにちょっと見えにくいですけど、こんな感じで入れてます。はい、よいしょ。ちょっと今 iPhone で撮影していて画質があまりよろしくないので、このカメラに変えたいと思います。はい、 OK です。で、今こうやってここに入っていたカメラとここにあるマイクを出したわけなんですけど、ここにちっちゃいポケットがあります。で、ここの中にはまずカメラ用のこの USB ハブが入ってます。で、あとカメラ用の予備バッテリーが2つ、そして今これ撮影しているカメラの上についているマイク、そのマイク用の予備バッテリー、バッテリーというかまあ電池です。で、今これ撮影しているマイクがその使えない場所では、こういったもちっちゃいマイクを使ってます。で、ここにあるのが、13インチの MacBook Pro と、はい、上の段は以上です。で、下の段に行く前に、そうそう、ここにもうすでにあるんですけど、AirPods がここについてます。あとはこの正面のやつなんですけど、ここにはこんな感じになってます。はい、こんな感じになってまして、入ってるのはペンだけですね。はい、ペンだけです。横の部分なんですけども、ここにははい、こんな感じで iPhone が挟まってます。これ正直どこに入れようかわからないので、とりあえずここに入れてるっていう感じなんですけど、はい、ここに入れてます。で、ここの中をずーっと引っ張ると、引っ張り出して、この中には財布と、あとカード入れ、これが入ってます。で、なんでこういう形をしているのかっていうのは、まあ別に僕もいろいろ試行錯誤中なんですけど、別に本当はこれを外してこのお財布とカード入れをこうやって入れるのとあんま変わらないじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、この上の段にカメラを入れて、で、そこの横にパソコンを入れるわけなので、この部分の強度をしっかりしていないと、なんかこうカバンがふにゅーってふにゅーってなっちゃうんです。なので強度を保つためにこうやって入れてるっていう感じです。なんかコメント欄でもこの仕切りがあった方が強度が増していいんじゃないですかっていう意見があったんですけど、僕も全く同感で、ということで僕のカバンの中にはこの支払い関係とガジェットと、あと予備の小物類が入ってますと。大体この3つのカテゴリーしか入ってません。別にこれがいいとか悪いとかすごいだろうとか、そういうことを言いたいわけじゃないんで安心してくださいっていう感じで紹介していきましたけども、実際これ背負うとカメラとパソコンの重さで大体3キロ近くします。なので正直これを背負って歩き続けられるかって言われたら結構難しいというか、めんどくさいんで、もうちょっと軽くできないかななんていうふうに思ってるんですけど、ただ僕の必要最低限な機能だったりとか、そのものをこの中に必要最低限入れると
まあ、それぐらいの重さになっちゃうというか、まあ、今回の感じになります。なので本当にこれ以上の重さはもう持てないって感じです。前まではこういったカメラ用の三脚だったり、カメラ用のストラップだったり、パソコン用の充電のやつなんかも前のカバンには入れて持ち運んでたんですけど、よくよく考えたら、まあ、ほとんど使ってないっていうのがありまして、そうなのでこれはもう今は持ち運んでないです。でこのカバン、前のカバンはもう 15.6 インチのパソコンも入っちゃう結構容量が大きいやつだったんで、調子に乗っていろいろ入れてたんですけど、全然使ってないなっていうのもありましたし、重りを入れた状態で歩き回って家に帰って疲れてっていう感じが続いていたので、そうなので今回こういったカバンにちっちゃいやつにしたわけなんですけど、このカバンをちっちゃくしたことによって、逆にこう入れるものに制限があるというか、そんな調子乗ってこういったものはもうボンボン入れられないんです。なので何ですかね、本当に必要なものしか入れなくなったっていうのがあるんで、まあ、ちょっと面白いなと思いました。まあ、こんな感じでライブ配信中に今のカバンの中身どうなってますかっていうそのリクエストがあったので、それにお答えする形でシェアをさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると大変嬉しく思います。ちょっと台風が近づいてるんで、この動画を見てるあなたもぜひ台風には気をつけてくださいっていうと、なんかちょっと薄っぺらい感じになっちゃうんですけど、まあ、とにかく気をつけてください台風には。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。